それではこれからどのガシャ引こうか悩んでるやつ向けに解説していきたいと思う。今日は今始めた人、ブロリー引いた人、ゴジータ引いた人、両方引いた人に向けて話していきたいと思う。そして最後に全員に共通すること、気をつけてほしいことを話していこうと思う。とりあえず今始めた人、今映ってるビーストのガシャを引いてほしい。理由はまずビーストがやばい。どうやばいかというと、こいつさえ持っていれば、ほとんどの高難易度で敵のアタックが何百万あろうとも受け切ることができてしまう。ドッカンバトルというのは敵の高火力の必殺技を食らってしまったらすぐゲームオーバーになってしまうゲームなんだが、ビーストがいれば安定して戦えるということで、初心者にはもってこいのキャラ。それが孫悟飯ビーストで、防御もそうなんだが攻撃面も強いで、火力もあるのにアクティブスキルでターゲット集中、敵の攻撃が3枠にわたってランダムに与えられるんだが、それを全部自分に引き受けて全部自分が受け切るという、そういう効果を持っている。なのでまあ最初引いた時にビーストは座ってるけどちょっと他のキャラが心もとないなっていう時は、このご飯ビーストのアクティブスキルを放ってしまえばターゲット集中、まあ全部攻撃を受け切ってくれるということで、初心者にも持ってこい。そしてこのアクティブスキルが次のターンから最速で3ターン目から発動できる。どういうことかというと、1ターン目敵の攻撃を受けました、次の攻撃参加ターンには発動可能といったところで、はっきり言って隙がなさすぎる。リーダースキルも優れていて、今一番盛り上がってるカテゴリーであるスーパーヒーローカテゴリーを持っている。そして指定の絆、あと奇跡の覚醒というカテゴリーのリーダーであると。今やスーパーヒーローにももう強いキャラがいっぱいいるカテゴリーになってきたから、このリーダースキルを持ってるっていうのも強い。そういうことを踏まえると、孫悟飯ビーストを自分のリーダー、フレンドのリーダーに孫悟飯ビーストっていうことが起きると、自分のビーストでターゲット集中した後はフレンドのビーストでターゲット集中もでき、安定して戦えるわけだ。そういったことを考えると、まずはビーストを当ててほしい。そしてビースト以外のピックアップも優秀。今来てるこの通常さんの18号とクリリン、簡単に言うとスーパーヒーローカテゴリーのサポートキャラだ。高難易度に連れてくと、まあ、隙を見せる場面もあるかもしれんが、今はまあビーストとかターゲット集中できるキャラが今は2人か、ゴジータとビーストがいるから、まあ、うまく戦えば、ちゃんと実数値も行動後であれば悪くない部類だから、こいつがいるのもいい。夏のブルーコンビ、こいつはリーダースキルがもうかなり優れていて、初心者が持っていて一番いいんじゃないかなと俺は個人的に思っている。まあ面をかけた戦い、未来編、スーパーサイジンを超えた力っていうのはほとんどの強いキャラはほとんど持ってる。プラスこの3つのカテゴリーリーダーなんだが、それ以外のキャラに関しても 150% のリーダースキルを持っているということで、とてもいいキャラだと俺は思う。そして4ターンの間全ての攻撃をガードというものを持っているし、合体してアクティブスキルを放ってしまえば確定回避もあるということで、うまく戦えば全く隙を見せないキャラでもある。そしてスーパーヒーローカテゴリーのためビーストパーティーにこのキャラは入ってくる。次が GT。 このキャラをざっくり説明すると、復活スキルというものを持ってるんだ。で、自身の HP 50% 以下で発動することもできるし、4ターン目以降4回以上攻撃受けると発動可能ということで、他の復活スキルキャラに比べると発動しやすいキャラではある。そして何より気力メーターが24の場合は必殺を追加発動など、必殺技がいっぱい放てるキャラでありつつ、放つたびに受けるダメージの軽減率がどんどん上がっていくキャラでもあるといったところで、このキャラも1体ぐらいは持っといてほしいな。ビーストパーティーの中には入らない。で、スーパーサイジン孫悟空とこの俺様もいるということで、ビーストパーティーには入れないかちょっと省略させてもらうんだが、あと7周年の GT コンビもいる。もうちょっとビーストパーティーは入れない。そしてピックアップの中には6周年の目玉キャラである身勝手とキラベジータ様もいる。この2人が入ってるということは、第3弾、来週22日以降とか2月の末ぐらいにサプライズの極限が待っているということだな。これで来なかったら俺を恨んでくれ。そしてこの二人は何を隠そう、ビーストパーティーに入る、スーパーヒーローカテゴリーを持っている。といったところで、この前極限したサバイバル編のタイの LR のブルーの俺様とカカラットも、とても素晴らしい極限だったため、この二人もかなりいい極限もらえると思うんだ。そうなってくると、ビーストパーティーのスーパーヒーローカテゴリーはかなり強くなると思う。そういう点を踏まえると、こっちのガシャを引いた方がいい。で、このご飯と5点も極限してしまえば強いが、ビーストパーティーには入らない。だが、1体ぐらい持っといてもいいと思うな。そしてこのピッコロも極限してしまえばかなり強くなり、
指定の絆を持っているからビーストパーティーに入れることもできる。スーパーヒーローカテゴリーに無理に入れるという感じではないんだが、最初の穴枠埋めとしてはかなり優秀な部類に入る。ということで、ピックアップも優秀なため、ここでスーパーヒーローカテゴリーを集めていってほしい。その次に引いてほしいガシャは、今来てる伝説降臨祭りのガンマの方。ガンマたちもスタンバイスキルを持っていてかなり強力なキャラたちなんだが、何よりもスーパーヒーローカテゴリーに対してのサポートがかなり優秀だ。ビーストを引けた人は、このガンマ1号2号もぜひゲットしてもらいたいところ。そして未来ご飯。この未来ご飯もかなりぶっ壊れている。全体性能で言えば俺はトップ3ぐらいに入ってきてると個人的には思っているんだが、何より受け性能が素晴らしいし、アクティブスキルを放った後はもう止められないほど火力も出せる。そしてこいつがピックアップに入ってきてるから割と出やすい方だし、指定の絆と託された石カテゴリーを持っているため、ビーストリーダーの 200% リーダースキルを受けることもできる素晴らしいキャラになった。といったところでこの未来ご飯もゲットしてほしい。そしてこのカイカカロットと復活スキル持ちのスーパーサイジンカカロットに関してはビーストパーティーには入れないんだが、今後の展開を考えると一体ぐらいは持っといてほしいようなキャラだが、無理して追う必要はないかなといったところだ。そしてこのブルマ、このブルマはかなりとんでもない性能をしていて、全属性ガードやダメージ軽減を持っているし、味方に対してサポートも行えるというとんでもないキャラがピックアップに入ってきている。ビーストリーダースキルにはかかってこないキャラなんだが、これを機会にぜひゲットしてほしいなといったところだ。母体1体いるだけでパーティーがかなり安定する。次狙ってほしいのはブロリーのドッカンセス。本当を言うと伝説降臨のこのゴジータすごい狙ってほしいとこなんだが、あまりピックアップが厚くないために3番目に優先してほしいのはブロリーフェスになっている。このブロリーの火力はかなりぶっ壊れている。そしてリーダースキルも3つ持っているということで、スーパーボス変身強化、フルパワーということで、フルパワーには孫悟飯ビーストも入っている。といったところで、ブロリーをリーダーにしてビーストを組み込む。変身強化でいろんなスーパーサイヤ人のキャラを入れる。といったこともできるようなオールラウンダーなキャラだ。ただ一点注意が必要なのは、異次元空間というフィールドを展開するんだが、それをしてしまうと超属性の味方の受けるダメージもかなりアップしてしまうために、一緒に組むのは注意が必要。ただ俺は全然組んで連れてってる。なぜならば楽しいからだ。ただブロリーを引くんであれば、このゴールデンフリーザや合体ザマスも欲しいとこなんだが、ビーストが来た以上、今一番優先順位が高いのはスーパーヒーローカテゴリーになってしまう。ただワンポイントで知っといてほしいのは、ドッカンバトルの高難易度のミッションには極属性でミッションをクリアしろというのがある。そこにこのブロリー、ゴールデンフリーザ、合体ザマスはスタメンに入ってぐらい重要なキャラなんだ。ここも取りに行ったら取っていってほしいという気持ちはあるんだが、狙いに行ったらかなり大変なことにはなる。そして Z コンビ、これはビーストパーティーには入れない。でクーラー、7周年の目玉キャラだったゴッドコンビ、これもスーパーヒーローカテゴリーを持っていて、なおかつ劇場版ヒーローカテゴリーも持っているため、ビーストのリーダースキルで 200% かかるといった優秀なキャラたちだ。何より今でも全然通用する火力、爆発力を持っているため、こいつをゲットしたらビーストパーティーに入れるのもまた一つの手だ。そして5周年のゴジータ、ビーストリーダーのスーパーヒーローカテゴリーのスタメンに入ってくるぐらいの力を持っている。そしてこのベジットもそう。そして最近巨源が来たタイのブルーコンビ、これはかなり半端じゃない性能になってしまったがために、スーパーヒーローカテゴリーのスタメンに入ってくる。なんでビースト当てた人は、この中でスーパーヒーローで絞るんであれば一番優先度高いのはこのキャラ。コイン交換もしてもいいぐらい。ただ気をつけてほしいのは、極限 Z バトルを勝てるっていうのを前提で交換しないと、このコンビに関しては意味がない。極限前と後じゃ全く別キャラになってるからな。そこは注意してほしい。そして次優先してほしいのが伝説降臨祭りのゴジータ。この中で一番狙ってほしいのはゴジータだけ。トランクスもビーストパーティーに入れることはできる。からトランクスがいてもいいが、今一番重要なのはスーパーサイジンゴジータ。じゃあどうしても必須かって言われると、身勝手とキラベジータ様の極限次第にはなってくるんだが、その性能によっては優先度は下がってくる。だからその極限が分かってからでも遅くはないかなとは思う。ただ、このキャラも、ターゲット集中というものを持っていて、回避無効ステージじゃなければ確定回避できるため、自分のパーティーで敵の必殺技とか来たらやばいなっていうキャラがいたとしても、そこ一旦は
敵の攻撃を受けずに流せることができる。これはドッカンバトルにおいてかなり重要な役目。そして変身すると自分の攻撃参加ターン4ターンの間 HP54% 回復というのがあるんだが、これはかなり優秀。二次気玉に変換してくれるということで、スーパーヒーローカテゴリーのキャラは気力ゲージによって必殺技が追加発動したり、ステータス値が上がったり、会心がつくキャラが多いんだが、その時にこのゴジータの回復スキルと二次気玉変換スキルがかなり助かる。個人的に使っててビーストパーティーにはいたら安定感がさらに一段階上がるなという、そういうイメージなキャラ。ただやっぱりこうピックアップ的にビーストたちと全然噛み合わないキャラが多いから、9月末ぐらいになってしまうかもしれないんだが、その時のコイン交換を考えるのもあり。今自分が当たったスーパーヒーローカテゴリー、ビースト含んだスーパーヒーローカテゴリーで高難易度をクリアできているんであれば、無理して追う必要はない。次、ブロリー持ってる人は、ビーストのガシャを回してほしいな。ブロリー回したということであれば、まあ、ブルーコンビは身勝手、5周年のキャラたち持ってるということで、ビーストは当ててほしいところだな。そして余裕あったら、ガンマコンビの方ガシャを引いてほしいな。ピックアップもかなり優秀だから、損することも少ない。次、ゴジータ持ってる人は、ビーストのガシャを引いて、その後、このガンマのフェスを引いてほしい。両方持ってるよっていう人は、ビーストを引いてほしい。もうとにかくビーストだ。ビーストって何回言ったんだ俺今日。そして最後に大切なことをお伝えするんだが、この4つのガシャを引ける超感謝ガシャチケットっていうのがある。今第2弾なんだが、第3弾が2月の22日あたりから始まると思う。それに合わせて、そのガシャチケットを使った専用のガシャもスタートすると思う。そこで、その50枚使って、この4つの中から1つ77連引けるというガシャが開催されるだろう。なので、自分が今持ってる龍石、全部ビーストに使って、それでもビーストが出なかったらチケットでも狙う。だったり、自分の持ってる龍石でビーストが当たったっていうことであれば、そこでもう自分はもう9周年のガシャを終わらせて、チケットでガンマを狙いに行くとか、そういう考え方もあるよってことは忘れないでほしい。召喚者チケットの集め方はまた動画出そうかなとは思ってる。次に覚えておいてほしいのは再録があるということだ。再録とは何かというと、今来てるこのビースト、今はゲットできなくても、この後ろに控えてるキャラたちのように、次回のガチャのここの枠にビーストが入ってくることになるんだな。それはいつかというと、ブロリーとビーストで言えば、七夕ドッカンフェスというのがあるんだが、そこに入ってくる。その七夕ドッカンフェスというのは、ピックアップがありすぎて、そのガチャで狙いのキャラを当てるというのは、ほんと無理な話なんだが、そこで今あるフェスコインを500枚取っといて、そこでビーストと引き換えるとか、ブロリーと引き換えるっていう考え方もあり。じゃあ祭りはどうなんだというと、このガンマとゴジータに関して言えば、通常例年通りで言うと、9月末ぐらいに夏の大型フェスがあるんだが、その時9月末ぐらいまで再録来ないということで、ちょっと今逃してしまうと、それまでゲットできないということがある。そういう風に伝えると、伝説降臨をいっぱい引いた方がいいんじゃないかなと思われがちなんだが、そうではなくて、自分の今あるパーティー、そして高難易度、こいつがいればどういう風になるなって、確実にその方程式が作れているんであれば、引きに行った方がいいし、それちょっとよくわかんないなっていうことで引いちゃうと後悔することが多いから、始めたてでドッカンバトルやることあるから、もう9月なんてその時あっという間に来るからな。高難易度は一旦置いといて、そこまでは自分がやらなきゃいけないことをやっていって、9月末、再録来た時に、祭りのコインで交換しようかなっていう考えはありだと思う。っていう感じだな。まあ、とにかく9周年で始めた人に関して言えば、まあ、とにかく石をありったけ集めてもらって、どんどんビーストのガシャを回したり、ガンマのフェスを回してほしいし、ブロリーも当ててほしいしっていうところだな。俺の石集めの動画もコメント欄に貼っておくから、参考になれば嬉しい。まあ、あとわかんないことあったら、このエリートに何でも聞け。それじゃあお前たちのドッカンバトルが充実するように願っている。それじゃあまたな。